デビルマン、デビルマンはおるか。おう。ヘイラス、ダルミ、いいか、デーモン族第一の勇者こそ悪魔復活の先兵として人間界に乗り込む資格があるというもの。やがて氷の底に宿りがつく。選ばれた汝ら三名存分に戦い、その勝者が制圧に乗り移り、愚劣な人間界を徹底的にぶちのめすのだ。今デーモン復活の呪しがここヒマラヤの氷と雪の裂け目から打ち上げられようとしていた。彼らの生贄として運命づけられていた二人、それは不動明とその父であった。さあそろそろ帰るとするか。おーい、もう戻ってこいよ。わかったよ。じゃあ帰ろうか。うん。はっ、あれは何だろう。ん、雪男の氷詰めかもしれない。動いてる。え、アキラ逃げるんだ。あっ、うん、宿り木は手に入った。ではゼノン様。よし、そやつの体はお前に与えよう。名は不動明。当分借りるぞ、その顔と体。人間の世界へ参ります。行くがよいデビルマン。人間の世界に災いと呪いの種を振りまいて悪魔族の恐ろしさを思い知らせるのだ。かくてデビルマンは災いと不幸を手土産に人間の町に旅立った。だが一月たち、二月たってもなぜか彼からの頼りはない。魔王ゼノンは苛立った。デビルマンこと不動明よ、お前は何をしているのだ。出口が見えない。ああ、くそ。分かったぜ、お前はデーモン族だな。その通り、わしの名は妖怪変化。妖怪変化。聞けデビルマン、ゼノン様がご立腹だぞ。何を遊びほうけていると。ほっといてもらおう。断っておくが、俺は意地っ張りで気が短いんだ。変にせっつくとヤブヘビになるぜ。おのれ、よくもわしの顔に泥を塗りよった。妖獣変化は怒った。その怒りは牧村美希に向けられ、巨大な象に姿を変え美希を襲った。はっ、変化。ミキちゃん、逃げるんだ。やめろ、ヘンゲ。裏切り者。裏切った覚えはねえ。そらずらしいデビルマン、こんな小娘に屁こらして貴様いつ人間に白旗をあげた。人間に降参なんとしちゃいねえ。特別なんだ、ミキは。おお、この小娘は特別か。ではわしも特別の扱いをしてやろう。そら、人間に魂を売った悪魔、どうだ特別な扱いは。よし、デビルウィング。デビルキック。苦しいか。デビルビーム。ミキをかばうことによって彼は全デーモン族を敵に回すことになったのだ。少年不動明に姿を借りたデビルマンにとって
ミキとはどんな少女であったのだろうか。